はい、ジャズ喫茶バリエレラのおーちゃんです。今日はヨーロッパジャズをお届けしたいと思います。お待ちください。デンマークのメンバーです、まあ、正式に言うとデンマークじゃない人が入ってますけども、ここに書いてありますようにデニッシュ・ジャズメン1967、これがアルバムタイトル名です。かっこいいですよね、はい、この今サックスが主人公です。まあ、デンマーク人はどう発音するか分かりませんけども、一応カタカナ表記はベント・エーディックとかエイジックとかなんかいろいろ書いてありますけども、まあ、ベント・エーディックっていう人です。それでこのトランペットが2人いまして、アラン・ボッチンスキーという人とダスコ・ゴルゴビッチ、それからベーシストニールス・ヘニング・エルステッド・ペデルテン、それからピアノ・ベント・アクセン、それからドラム・アレックス・リール。これヨーロッパのジャズを詳しい人からすると思う、全員すごい人です。それでここにありますように1967年の録音になります。まあ、そうですね、こんな中で一番年寄りはこのピアニストのベント・アクセンという人です。この人が1925年ぐらいの生まれですかね。ですからこれ録音した時は40歳ちょっとということになります。それでこの中で一番若いのはニールス・ヘニング・エレステッド・ペデルテン、通称ニールス・ペデルテンと、もう別にデンマークとかヨーロッパとかそういうことに関係なく、もう代表する世界のベーシストです。ペデルテン、ペデルテンって略してみなさん言います。もう早熟の天才と言いますか、この時は20歳ぐらいですね。その次に若い日はアラン・ボッチンスキーという人ですね。それで今お聞かせしている曲はルーズブルースという曲です。ここにありますけども、ここにありますね、ルーズブルースという曲です。これはここにあります、ダスコ・コイコビッチっていう人が作曲した曲です。このダスコ・コイコビッチっていう人はユーゴスラビアの人です。これまた有名な、まあ、ヨーロッパのジャズメンです。スインギン・マケドニアという有名なレコードがありますけども、彼が作った曲です。それで今お聞かせしているズーズブルースなんですけども、この6年ぐらい前にですね、実はイタリアのジル・キュッピュニっていう人の What's New というレコードがあるんですけども、そこでもラスコ・ゴイコビッチが入って、それでバルネ・ヴィランのテナーサックスがフューチャーされてて、この同じ曲が演奏されてます。これより6年早く、なぜかルーズブルースではなくてハッチタッグブルースという名前でした、その時は。でも全く同じ曲です。もうそれもすごいんですけど、これもすごいという、もうなんともかっこいい、アメリカのハードバップに全然負けていないような、すごいいい曲ですよね。メロディアスもですし、はい、この
ントエイジックっていう人は割と知られてないんですね。すごいいいと思うんですけども、もうその時ですと、まあヨーロッパで行くとフランスのバルネイブラン、それからイギリスのタビーヘイズ、この2大ヨーロッパジャズテナーマンがいるんですけども、それに匹敵するぐらいのこの鳴りっぷりというか音の吹きっぷりが非常に気持ちいいサックス奏者だと思います。はい、といったことで、これ A 面2曲、B 面2曲なんですけども、このそうですね、10年ぐらい前にですね、このヨーロッパジャズのこういった60年代の後半ぐらいのこういったものがですね、リバイバルといいますか、若者の間でクラブシーンで踊る曲にこういうのを使ったりしてリミックスしたりとかですね、非常に騒がれたレコードなんですね。これはオリジナル版ではないんですけど、なかなか出てこないんですよ。これオリジナル版40枚とか50枚します。それぐらいすごいいいレコードです。すいません、なくなりました。ということで、今日はベント・エイディックのルーズブルースをお聞かせしました。ジャズはいいよ。